日程的にも環境的にも、そしてレギュレーション的にも大変なアジア二次予選を戦い抜いたサッカー日本女子代表、なでしこジャパン。無事最終予選へと駒を進め、11月2日には多くの選手、スタッフらが帰国すると、ファンの方々からはねぎらいの声が続々と寄せられています。世界の強豪国などと違い情報が少ないだけでなく、守りを固めた戦術や荒れたピッチ、さらには短い期間での試合など、選手や監督からやりにくさが語られていた今予選。それでもしっかりと二次予選突破という結果を残し、来年2月の北朝鮮戦に向け意気込むなでしこジャパン。そんな国内組の選手や池田太監督らが2日に成田空港に到着し、無事帰国を報告、祝福を受けながらも、賛否の声が未だ飛び交っている2戦目のウズベキスタン戦でのことなどを問われ、池田監督はその苦しい胸の内を明かすと同時に、理解も求めていました。また、しっかりとグループ首位で二次予選を突破して、来年2月の最終予選に駒を進められたことを嬉しく思います。ハードな中でも、選手たちはしっかり戦ってくれました、と奮闘した選手たちを称賛。どこまでも日本を代表して戦う選手ファーストの態度を示していました。そして難敵とされるアジア最終予選の北朝鮮との試合に向け、相手が決まり、身が引き締まる思いですし、まずは情報収集をしっかりして、どのように戦うかを準備していきたいと思います。しっかり勝ち上がって、パリへの切符を手にしたいと思います、と語っていました。また、選手たちに帯同していたシェフの西義輝さんからは、SNS を通じ大会期間中の選手たちの様子が投稿されており、選手たちの笑顔が続々投稿。最新の投稿では、猶本光選手が朝食の日課としてハート占いをしていることを明かしてくれており、ファンの方々を笑顔に。そんな浦和レッズレディースに所属する猶本選手は、6日から AFC 女子クラブチャンピオンシップに参戦するためタイに。また、海外組もそれぞれのクラブチームに戻り、それぞれが自分のため、そして代表メンバーとしてまた声がかかるまで成長し続けてくれることでしょう。そんななでしこジャパンの選手たちは今後、11月27日から12月7日まで年内最後の海外遠征を行うこととなっており、池田監督らスタッフが収集した情報などから必要な戦術やトレーニングを行い、来年2月に開催される最終予選に向け準備を進めることとなっています。そんな選手たちには、厳しい条件の中でノルマ達成おめでとう。無事に帰国できてほっとしています。しっかり結果を残した選手、監督に拍手です。などといった励ましの声が続々と寄せられていますが、中には北朝鮮戦の不安をつぶやく方々も。不明確な情報ですが、これまで第三国で行われていた北朝鮮でのホーム戦について、来年から北朝鮮国内でホームゲームを行うことを報じているようで、最終予選についても詳細は不透明となっています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。厳しい条件の中でノルマ達成おめでとう。無事に帰国できてほっとしています。過密日程でのアジア二次予選、本当にお疲れ様でした。ここまで来たら五輪切符を勝ち取りましょう。長旅お疲れ様でした。そしてしっかり結果を残した選手、監督に拍手です。なでしこジャパンの首位通過、本当におめでとうございます。国内組の皆さんはお帰りなさい。日本で
でゆっくり休んでほしいなと思うけど、すでにクラブチームで活動があったり、海外組のように戻れなかったりで本当に忙しい中頑張ったね。お国のためによく戦ってくれました。この健闘を心から称えたいです。国内組は帰国したけど、海外組は各クラブにまた戻ったのかな。半分くらいが海外組だもんね。皆さんお帰りなさい。厳しい条件や日程の中本当によく頑張ってくれました。少し休んでほしいですけど、リーグ真っ只中。なでしこの皆さんはハードスケジュールの中本当によく頑張ってくれましたね。なお元選手はウズベキスタンからすぐタイに向かうのかな。なでしこジャパン選手は忙しいですね。日程もそうだけど、選手たちが口にするほどピッチコンディションは良くなかったのね。北朝鮮戦もどうなるのかな。ぜひスタッフは情報収集を。サッカーの試合は何より安全に試合だけに集中できる環境があるかどうかが大事。来年になったら女子も男子もアウェーで北朝鮮で試合するの。しっかりと身の安全を保証してほしい。もし北朝鮮で最終予選が行われるなら、 VAR をしっかり装備し、審判団も圧力に屈しないでしっかりレッドカードを出してほしい。オーストラリアを避けたのは正解だけど、北朝鮮で試合するのだけは反対だな。北朝鮮で開催される可能性は個人的には少ないのかなと思ってる。おそらく第三国での無観客開催が有力か。結局アジア大会時の暴挙に対する日本からの意見書を AFC も FIFA も深く取り上げず、制裁は課せられなかったということ。そんなことはあってはならない。